今年のパリ五輪を目指す U から23日本代表は3月25日に U23 ウクライナ代表と国際親善試合を実施後半の2得点で20の勝利を手にした動画 U から23日本代表が完封勝つ年佐藤慶誠と田中聡氏が決めた2ゴールの瞬間日本は4月にカタールで始まるアジア最終予選に向け この3月シリーズが最後の準備となる。大岩剛監督が率いるチームでは、この世代でも GK 鈴木サイツや MF 久保建房は A 代表選出のためにその活動が優先され、彼らを含む海外組の一部も所属クラブの移行もあり招集が難しい見通しになっている。一方のウクライナはロシアによる侵攻を受ける難しい社会情勢の中でも、欧州予選を勝ち上がり本大会出場を決めている。 大岩監督は22日に U23 リ代表に1対3で敗れたゲームから中2日でスタメン10人を変更してスタート。ホームの勢いもあり全体的にボール保持率を高めて敵陣に入っていったが、ゴール前まで切り込む場面は作らせてもらえず時間が進んだ。前半22分には相手のゴールキックにハイプレスをかけてボールを奪い、 FW 染めの五木がゴール正面からミドルを放つもクロスバーを大きく超えてしまった前半32分には右サイドの浅い位置から今季の J1 で直接フリーキックで2得点している MF 山田風紀が意表をついてニアサイドをつく直接シュートを狙ったもののセーブされた直後には再びハイプレスでボールを奪ったところからペナルティーエリア内で MF 佐藤慶誠がシュートを放つチャンスにつなげたものの これも枠外。チャンスを生かしきれない印象を残してしまった日本は0対0でハーフタイムを迎えた。後半から日本は FW 細谷正宏とマリ戦でゴールした MF 平川優を投入。勢いよく立ち上がった日本は後半3分、右コーナーキックをニアサイドで DF 関根大輝が合わせると、ふわりと浮いたボールがクロスバーに当たって跳ね返り、 ゴール前に詰めていた MF 佐藤圭誠が押し込む形になり先制点を奪った。日本はマリ戦に続き、セットプレイからの先制点を奪った。しかし、その後も日本は敵陣でゲームを進める時間を長くしながらゴールにつなげきれない場面が続いた。ウクライナもなかなかテンポを上げることができずに試合は膠着した。そうした中で後半31分。 日本は細谷がゴールに走り込んでのシュートを狙うもラストパスが相手に弾かれたがこぼれ球を拾った途中出場の MF 田中聡が持ち出して左足シュートを決めて2-0とリードを広げた全体的にマイボールを丁寧にビルドアップするよりもプレスを機能させた場面とセットプレーでチャンスを作ることの多かった日本はこのまま2-0で勝利パリ五輪リへの出場権を争うアジアでの戦いに向け 勝利で最後の活動を締めくくった。